株式会社省内銀行は山形県鶴岡市に本店を置く地方銀行。省内地方を地盤としており、鶴岡市及び酒田市の指定金融機関である。店舗網はこの他にも山形県内各地や隣接する秋田県、宮城県、福島県と東京都にも展開している。秋田県が地盤の北斗銀行とともにフィデアホールディングスの参加にある。 第67国立銀行を前身とする銀行を含めた戦時統合によって1941年に設立。そのため、山形県では唯一の国立銀行を前身とする銀行である。資金量では地銀中定位に位置するが、早くから投資信託や生命保険の販売に力を入れており、総預かり、資産における投資に預かり、資産の割合は上位に位置する。 通称は、商銀。北斗銀行と、金融持株会社方式で、経営統合した。2009年10月1日、北斗銀行とともに、株式移転により新規設立された金融持株、会社フィデアホールディングス株式会社の参加に入った。初代東取は、省内藩第12代藩主、坂井忠富の長男である、坂井忠順であり、 2004年に死去した第17代当主、坂井忠明は、亡くなるまで将銀の相談役を務めていた。また、第14代当主にあたる伯爵、坂井忠富の即女づく子は、安田財閥の二代目、安田善次郎につぎ、その間に、同財閥三代目となる安田一が誕生している。このように、坂井家を介し、将銀と扶養グループの関係は、 古くから近しいものがある。鶴岡市町内銀行が発足した際には、前身の一行である67銀行が1932年に新築した本店を商品本店とした。第二次世界大戦後、業用の拡大に伴いオフィスが強唱化し、再三にわたって増築を繰り返し、急場をしのいできたが、 予想される銀行事務の機械化に備えるべく本店の全面改築が訴状に乗り、1961年4月1日、創立20周年記念事業の一環として、本店建築準備委員会を発足させ検討を始めた。その折、本町2丁目で営業していたスケキンゴ福店が、鶴岡駅前に移転することが分かったため、商銀は郵政省と接省。 その跡地を鶴岡郵便局の移転先として圧戦し、同省も了承した。これによって、商銀は本店と隣接していた鶴岡郵便局跡地を買い取り、本店の新築予定地として996.94坪を用意した。こうして、本店新築工事は着工し、1964年10月24日に地下1階、地上を5階、 東屋2階の新社屋が竣工。同年10月26日から本部、本店営業部の業務を開始した。その本店も老朽化したため、6階建ての新本店ビルを建設し、2017年7月18日オープンした。新社屋1階にはエントランスホールとギャラリーを設置したほか、上層部には商品本店ホールも設けた。また本店営業部には、 ゆうちょ銀行 ATM も1台設置した。本店ホールは2018年5月から一般向けの貸し出しを始めた。2014年6月、藤島支店を鶴岡市藤島庁舎内に、さらに同年9月には、厚見支店に根津が関支店を統合した上で、鶴岡市厚見庁舎、旧厚見町役場内にそれぞれ移転リニューアルしたほか、 2017年7月には宝田支店を本店営業部に統合した。また、同年12月には3000支店も本店営業部に統合するが、それを機に移動店舗車を導入し、店舗網の保管に使用していくとしている。山形市1942年9月22日に、県都進出における第1号店として7日町に山形支店を開設し、 1957年10月には山形支店を正銀に山形ビルの所在地である本町一丁目に新築移転した。第二次世界大戦後には山形市における都市開発や郊外部への住宅地の造成の動きに合わせ順次店舗を増設した。また1973年3月には山形支店内に総合企画部山形分室を設置したほか、 松並2丁目に山形県庁が新築移転した際には近隣に愛前後して竣工となった山形県自治会館内に1978年に県庁前支店山形事務センター山形本部を設置し同本部が県内陸部における情報収集や営業戦略を担う体制とした1996年に諏訪町2丁目に位置した 東方銀行山形支店が廃止となった際には、土地建物は有償、営業資産は無償で、商銀が譲り受け、商銀山形ビル建設のための仮店舗として、山形支店が移転した。翌年11月の同ビル竣工後には、従来の山形支店が山形営業部と解消され、市内における母店としての位置づけを明確化した。また本店からは、 システム企画部などの本部部署の一部を同ビルに移設した。1999年5月、10日町1丁目に位置した仙台銀行山形支店が廃止となった際には、仙銀が山形営業部に預金と貸し出しを無償状とした。2012年11月12日に山形北インターチェンジに近接する山形流通団地に位置した流通センター支店を、 移転する形で、ときめき通り支店を、伊須津三丁目に開設。合わせて、鈴川支店を取り込んだ店舗とした上、北山形支店内に、設置の山形住宅ローンスクエアをときめき、通り支店に併設した。また、翌年9月には、赤根京急支店を新築移転するなど、市内における店舗のリロケーションを進めた。米沢市米沢支店は、商人における、 おいたま畜新出の講師として1949年11月21日、米沢市大町の米沢商業銀行跡地に開設した。その後、1900年の開設で、1936年に新築されたゴシック風の壮麗な白穴殿堂で、市内銀行の象徴といえる風格を保ち、営業をしていた富士銀行米沢支店が、 戦後の繊維業界の原にや、同校が東京丸の内地区に支店を新設するため、1961年8月に振替店舗として廃止されることが決まった。これを受け総銀は、富士銀に米沢支店の譲り受けを要請し、業務、店舗、社宅のほか女性行員13名の雇用を継承し、同年8月14日から、建町の旧富士銀米沢支店跡地で、 米沢支店は営業を開始した。1八十九年五月には、モータリゼーションやドーナツ化現象の進行により、米沢市における繁華街が、従来の平和通り商店街周辺から、米沢市役所の所在する近地地区周辺へと移行したため、地下三点目として、近地五丁目に米沢中央支店を開設し、後に米沢支店から米沢中央支店に、 お天機能を移管した。2008年3月には、マックス・バリュー・東北が運営を手掛けるイオンタウン、米沢にイオンタウン、米沢支店を開設し、2010年8月には、米沢西支店を、米沢支店へ、ブランチインブランチ化した。坂田市坂田中央支店は、商銀と経済団体が、坂田市役所近隣に建設した坂田産業会館1階に、従来の東支店を、 新築移転、坂田中央支店と解消し開設した。また、これと同時に、坂田市及び悪味地区における、母展機能も担うこととした。さらに1997年には、建物の老朽化した坂田支店を、坂田中央支店に統合した。その後、坂田市においてもドーナツ化現象が顕著となったため、坂田駅前の商工ビル1階に所在した。 坂田駅前支店を同志二番町に所在した浜町支店へと統合し、量販店の集積し始めた同志北部の豊か地区に2001年8月、坂田北支店として新築移転した。また同志南部においては坂田中央支店卸町出張所を大宮支店として昇格したほか、後年には坂田営業部とし、 同志南部の拠点とした、また2009年には、同営業部に、若竹町支店を統合し、若竹町2丁目へ、新築移転している。2015年12月21日には、松山支店を移転、名称変更の上で、平田支店を統合し、坂田市平田総合支所内に、坂田東部支店を開設した。仙台県2020年には、宮城県内では、仙台市青葉区、 大イ区、泉区、若林区、仙台市以外でも富谷市、名取市、利府町と宮城県内20店舗を展開していた。2020年末までに大規模な統合が行われ、仙台、長町、桂ガーデンプラザ、赤市台の4店舗に拠点を絞った。そのうち仙台市店は商品における初の県外店舗として、1964年7月に、 仙台市青葉区に開設した。その後、店舗の老朽化を受け建設した商品ビルで営業を開始した。また、1978年8月には、地下2店目として長町に長町支店を開設している。近年は、イオングループなどのショッピングセンターに、インストアブランチにも出店。2013年6月17日に、黒川郡3店舗目となる。 吉岡支店を山沢吉岡店パーキングエリアの一角に開設した。また続く8月20日には東日本大震災で被災し、桂ガーデンプラザ支店にブランチインブランチとされていた西遊仙台線支店を泉中央地区に移転。泉中央支店に解消の上、個人向けフルバンキング店舗として約2年ぶりに営業を再開した。しかし、吉岡と 泉中央の両店は2018年12月中旬までにカツラガーデンプラザ支店にブランチインブランチ化の上統合となり実店舗は閉鎖された他にも石巻市や多賀城市にも店舗を構えていたがこちらも統合により撤退している2014年11月25日に仙台市青葉区に店舗目であり旧宮城町地域では初となる クリオシ店を開設したほか、これに先立つ同年8月18日には、仙台市地下鉄東西線のターミナルとなる、新井駅予定地の近隣に、新井住宅ローンスクエアを、同年10月27日には、名取市美田園に所在する、仙台空港鉄道仙台空港線、美田園駅近隣に、名取住宅ローンスクエアを、それぞれ単独で設置した。 また2016年4月2日には、新井支店を新規に構え、既存の新井住宅ローンスクエアは同店に併設した。こちらも統廃合に伴い、現在は宮城ローンスクエアのみが営業。山形、宮城県外インストアブランチ1997年、以後の銀行法改正により出店規制自体が緩和され、欧米で浸透し始めていた。 インストアブランチ形態の出店が可能となった。専門家などによる書籍などでは、銀行の営業時間外の銀行店舗スペースを他のテナントエリアとシャッターで仕切らない、商銀やイオン銀行の店舗がインストアブランチのモデルケースとされることが多い。最大で山形県内外の商業施設に16店舗展開していたが、2021年4月までに宮城、東京からは、 全店撤退。山形のイオンの商業施設に出店する3点だけとなった。このうち2点については、保険の窓口グループとの提携に基づき、2020年10月、新たに保険の窓口省内銀行を併設した、山形県の指定代理金融機関である。市町村部では、鶴岡市、酒田市、最上町、金山町から指定金融機関とされている。 鶴岡出身である藤沢周平が原作のセミッシュグレが映画化された際主演を務めたことが縁で市川染五郎がイメージキャラクターとして起用していたまたマスコットキャラクターとしてタマフレンズを1995年8月から採用している1974年10月オンラインによるシステムの開発と運用を目的に山形総合銀行ともに 資本金5000万円で SY コンピューターサービスを山形市小白川町に設立。委託方式で翌年11月より第1次オンラインシステムが稼働し、さらに1986年1月からは第2次オンラインシステムが稼働となった。その後、歳月の経過によってシックによる総合オンラインシステムも老朽化した上、年々、 金融の IT 化が進展する中、両校においても新システムの構築が喫緊の経営課題となった。そこで協議を重ねた結果、システム分野における独自性を最優先させ、2006年上期までにシックの共同運営を終了すると決定した。これを受け同年5月7日から商品の基幹系システムは NTT データ地銀共同センターへと移行している。 きらやか、銀行新潟支店に対して、顧客、預金等を上途。山形ビル竣工後は、10日町4丁目から、山形南支店が移転した。その後の米沢支店の新築によって、富士銀から継承した建物は減損しない。なお、米沢市は1966年から南部、中部、北部を対象区域として、住居表示を実施。 以後、年次的に住居表示を進める。坂田産業会館は老朽化のため、2021年5月のオープンをめどに、新会館の建設構想が具体化されている。以後、山形県全域は、日銀仙台支店の館内となる。現、秋田市中通り、明治安田生命秋田ビル。現在は、SMBG 日光証券秋田支店が入る。ありがとうございます。